皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はペラペラの薄い爪への対処方法をご紹介します。爪がもともと薄い方も、ジェルで薄くなってしまったという方も、とにかく薄い爪をどうにかしたい、薄くてもジェルネイルがしたいという方へ3つの対処法をご紹介しています。爪が薄くなる原因やその仕組み、また薄い爪にジェルを塗っても地爪を傷めない方法などもご紹介していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。この動画に興味を抱いて見ている方は、爪がペラペラでこんな風にグネグネと動く爪が薄い方が多いと思います。生まれつき爪が薄いという方もいれば、ジェルネイルをするようになってから薄くなったという方もいらっしゃると思います。今回はそのどちらの場合であっても、とにかく爪が薄くてどうにかしたい、薄くてもネイルがしたいという方への対処方法をご紹介していきます。ジェルネイルをしていたらだんだんと爪が薄くなったという方、この原因はサンディングやリムーバーにあります。ジェルネイルをする前の下準備で、地爪にヤスリをかけて傷をつけることによってジェルを剥がれにくくするのですが、このヤスリがけで必要以上に強く押し付けたり、何度も何度も往復して削りすぎたりすることで地爪が薄くなってしまいます。またジェルをオフするときに使うリムーバー、このリムーバーにはアセトンという成分が入っていて、皮膚につくと白っぽくなるほど強力に油分を奪っていきます。このリムーバーを爪に浸して時間を置くので、どうしても爪に負担がかかり、ジェルを付け替えするたびに地爪が薄くなってしまうんです。私も動画の撮影でこの中指だけ何度もヤスリがけをしたりオフしたりで非常に薄くなっています。爪は死滅細胞といって、爪のプレート自体は神経が通っておらず、一度薄くなってしまった部分が再生することはありません。新しく伸びてくる部分は本来の厚みですが、爪が全部生え変わるにはおおよそ6ヶ月かかると言われています。しっかり元の状態に戻したいという方は、その間ジェルをお休みするのがベストです。一つ目の対処法として、そのお休み期間中にネイルオイルや爪の成長を促す促進剤、また補強剤などを塗るという方法があります。中には薄いピンク色をしたものもあり、ナチュラルカラーのマニキュアのように使えるものもあります。爪の再生を促すタイプのものや補強ファイバー入りなど、最近は様々なタイプのものがあるので、皆さんのお好みに合わせて選んでみてくださいね。ただこれらの補強剤を塗っていても、爪が全部生え変わるまではまだ爪が薄い状態なので、その期間中どうしても爪が折れやすくなります。そこで対処法の2つ目として、ジェルを塗ってコーティングして生え変わるまでそのまま待つという方法もあります。こうすると生え変わるまでの間は折れることはありません。またどこからどこまでが薄い爪で、どこからが生え変わった強い爪なのかが一目瞭然なので、分かりやすいというメリットもあります。ただ生え変わるまでの間は爪の根元から徐々に伸びてくるので、見た目的に気になる方もいらっしゃるかもしれません。そしてパーツをたくさん乗せたりといったデザインをしていると、爪先が伸びてきた時に削りにくくなってしまうので、シンプルなデザインにしておく必要もあります。爪は薄いけどどうしても可愛いジェルネイルがしたいという方、3つ目の対処法として、可愛いデザインのジェルネイルをしながら爪が薄くならないようにベースフィルインというやり方でオフする方法です。このベースフィルインというのは、爪が薄くなる原因のリムーバーを使わないオフ方法のことで、主にネイルマシンを使ってオフします。
ヤスリでもできますが、マシンの方がどれくらい削っているのか見ながら削れるのでおすすめです。ネイルマシンで削っていくときに、一番上のトップコートの層と次のカラージェルの層、この2つの層だけを削っていきます。カラージェルの層を削ると透明なベースコートの層が出てくるので、ここでストップ。この部分はこれ以上削らないようにして、まだカラージェルが残っている部分を同じように削っていきます。こうすることでリムーバーも使わないし、ジェルをベースコートまで全部剥がす必要がなくなるので、地爪の負担を減らすことができます。全体に削ったらオフは完成です。この後いつも通りにネイルケアをして、爪が伸びてきたところにだけ軽くヤスリがけをして、油分除去をしたらベースコートを全体的に塗っていきます。伸びてきたところは段差があるので、残ったベースコートの上には薄く塗るようにしましょう。あとはいつも通りカラージェルを塗ってトップを塗れば完成です。このベースフィルインというやり方だと地爪への負担を少なくすることができるので、爪が薄くなりにくく、ジェルを楽しみながら地爪も守れる方法です。また爪が薄い方は地爪がグネグネとよく動くので、ジェルが剥がれやすい方も多いです。その場合にはベースコートを塗った後にもう一度塗って、ベースの層を2層にしたり、またはベースの後にハードジェルとベースを混ぜ合わせた少しだけ固めの層を作るなどして補強すると剥がれにくくなります。とても柔らかい地爪の上に直接ハードジェルを塗ると剥がれやすくなるので、1コート目は地爪に合わせた柔らかい仕上がりのベースジェルを、2コート目はベースとハードを混ぜた1コート目より少しだけ硬いジェルを、というように少しずつ硬くすると剥がれにくくなります。爪の状態によってハードジェルを混ぜる量を変えたりすると自分に合った状態を作ることができるので、皆さんもぜひ試してみてくださいね。薄い爪の対処法いかがだったでしょうか。下地の工夫次第で剥がれにくくすることもできますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。